おはようございます。こんにちは、こんばんは。ケンタ店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたしますね。直してもしょうがないんじゃね、直してその髪型じゃどうしようもないんじゃねみたいなね、思った方いらっしゃいますかね。ほっとけっていう、はい。はい、まあ今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ねえ、元気にとは言ったものの、なんか最近ちょっとね、結構多忙でね、なんか疲れちゃってね、もう、はい、でもちょっと疲れて、今日もね、ちょっといろいろと、まあ、用事が重なってね、今、さっき帰ってきて、ちょっとぼーっとしてたんですけども、はあ、ねえ、まあ、忙しいことはいいことなんですけどね、ちょっと疲れちゃってね、はあ、まあいいや、そんな話は。で、今日のお話はですね、タイトル的には、どうしようかな。そうだね、反社会的な人とネット上で揉めてしまった時の対処法とかね、SNS で半グレと揉めた時の対処法とか、そんな感じのタイトルになっていると思います。はい、まあネット上でのね、怖い人たちとのトラブル、それの対処法でございます。はい、でなんでこの動画を撮ろうかと思ったかというと、まあツイッターでね、なんかね、まあ相談みたいなのが来て、といってもこれだいぶ前だね、今見てみると。まあ、俺も数日前だと思ったら、これもう1ヶ月近く前だわ。いや、なんか最近年取ってね、なんかちょっと前のことだと思ってたら、意外とすげえ前だったみたいなことはね、最近増えたな。あれまあ、これ今日付見たらだいぶ前だよ。まあいいや、とにかくね、ツイッターで質問が来て、なんかまあこの質問相談くれた人があんまりなんかね、詳細の内容はばらまいてほしくなさそうなんで、いろいろと割愛して、まあだいぶかいつまんで話しますけども、まあこんな感じのね、相談が来たんですよ。まあなんか突然 DM 失礼しますみたいな、はあ、でまあいろいろ端折りますけど、半グレとね、つながりのある人と揉めてしまって不安ですと。はい、なんで、まあ、動画のコメント欄だといろんな人が見てんで、まあ、こっちの DM で相談いいですかみたいな、そんな感じで来たんですね。ほんで細かい内容を見ると、細かいっつってもちょっとあれなんだけども、まあ、とある SNS 上で、まあ、裏とつながりがある人と揉めてしまってみたいな、はあ、でまあ揉めてしまってって正直よくわかんないんだけど、なんかネット上 SNS 上でちょっと揉めたらしいんですよ、本人が言うんやね。はい、ほんで僕このままだとバックの半グレの人に、こいつうぜえので金出すからこいつを殺してくれねえとか言われて、僕殺されちゃうんですかねみたいな、こんな感じのメッセージが来たんですよね。はい、でまあなんかそのなんつうの、その揉めた人は結構そのあっちの世界ではやばい人みたいで、なんかつながりが結構あるみたいなこと言われて、なんか結構不安なんですよみたいなね。ちょっとかいつまみすぎて、ちょっと僕も何言ってたかわかんないけど、まあそんな感じ。とにかく SNS 上でちょっと裏のつながりがあるっていう人と揉めて、なんかこのままだと俺殺されちゃうんですかねみたいな、結構ね、俺は正直最初ギャグかなと思ったんだけども、本人的にはね、だいぶ真剣らしくて、本当に不安らしかったんで、ちゃんと一応返したんだけども、はい、まあ、揉めた、はい、でこんな感じのね、質問が来たんですよ、相談が。だからちょっと動画にも一応しようかなと、まあ、こんだけ伏せれば別に別れしないからいいかなと思って、はで、まあ、一応対処法ですね、その SNS 上とかね、ネットの世界で、まあ、揉めてしまった時、その半グレの人とか、まあ、反社会的な人、まあ、総じて怖い人とトラブってしまった時の対処法なんですけども、これも僕の考えとしては、特に何もする必要はないと思います。はい。ね。ネット上で揉めたんであれば、もう別にそのままほったらかしでね、いいと思います。はい。ただしこれは条件付きで、こっちの身元がね、割れてない場合の話ですね。まあ、この僕に DM くれた人は、トップガもなんか結構その、全然自分の写真とかじゃなくて全然関係ない画像で、
で、名前もなんか本当に全然誰か分かんないような名前なんですよ。で、まあ、プロフィール見ても全然誰だか、どこの誰だか分かんないしみたいな、本当にまあネットの住民みたいなね、感じの名前と画像なんですね。はい。そういう時の場合に限っての話ですね。うん。そういう場合はもう何もしなくていいです。はい。なんでかっていうと、当たり前だけど、どこの誰かも分かんないやつと SNS 上でも置いたからといって、別にその何をしようっていうかできないですから。はい。だってどこの誰か分かんないんだから。はい。何にもしようがないです、あっちは。それ揉めた先の半グレの人とかね、反社会的な人、まあ怖い人は、どうしようもないんですよ、結局。もう自分たちの写真も載ってけね、載っけてない。で、名前もわけでもわかんない名前ね。で、プロフィール欄に一切個人特定すること書いてない。はい。その場合もうどうすることもできないです、揉めた先の相手は。なので、まあ、こんなにね、僕に、まあ、メッセージくれるほど不安にならずに、全然ほっといて大丈夫です。はい。ねですね。結論から言うともう本当それだけ。うん。で、もう一歩踏み込んで今回言いたかったのは、で、この人はね、結構その、まあ、真剣に、これってやばい揉め方ですかねみたいな感じで、結構その後もメッセージしてきたんですよね。だ本当に本人は悩んでたんですけど、そもそもですよ、ネット上でのこのなんか揉めるっていうんですか、 SNS 上でちょっとなんかぐちゃぐちゃっとなんかコメントの多分やり取りですよね、せいぜいあとはなんかその動画とかに対しての、コメントとかね、なのかな。はい。そんなの正直もうネットの世界の話なんで、本当に相手がね、そういう裏の世界でやばい人だったとかね、すごい人、ね、権力持ってる人だったら、もうね、そんなのいちいち相手にしてないんでね、どこの誰かもわかんないネット上の本当に、で、正直そいつがいるんだかいないんだかすらわかんないから、ネット上なんて、男か女かもわかんないし、ね、中学生かも小学生かもわかんないね、そんなやつのこといちいち気にかけてないよっていう、うん、全然大丈夫だよっていうふうにね、僕は思いますね。なんかお互いさ、その配信者、アウトロー系の配信者とかで、なんか揉めたってんだったら、お互いやっぱり顔もわかってるしね。で、本当にお互い本当にそれで、なんかアウトローってなったら、やっぱりその、どっかで身内っていうか、身内と身内が繋がってるだろうから、きっと結びつける何かがあるんで、まあ、どっちかが本気で、片方を追い込もうと思ったら、もちろんそれはね、たどり着くだろうけど、ね。だそういうのは話別ですけど、自分が配信者でもないし、特に個人名出して、それにネット上で活動してるわけでもないって言うんだったら、ね、わかんないよ、本当に。うん。で、そんなのいちいち相手にしないから。本当のアウトローだったら、そんなもんいちいち相手にしてるほど暇じゃないっていうね。で、それでもしね、この人が言うように、いやね、こいつうぜえから殺してくんねってなっちゃった場合ね、なんないけどなっちゃった場合ね、そのアウトロー、ダサすぎるからね。だからよくわかんない。なんか、こいつ、こう、コメント、なんか、ムカつくコメント来たからさ、こいつ殺してくれやって。それでね、これになっちゃったら、あいつなんで捕まったのつって。なんか、ネット上の書き込みに激怒して、そいつを追い込んで殺し屋送ったらしいみたいな。そんなダサい捕まり方しませんよっていう。本当にアウトローなんだったらね。だから、そんなの、ネット上で揉めたから大丈夫ですかねとか、ヒヤヒヤしなくて全然ね、大丈夫だと思いますよ。僕はね、これあくまでも50じゃねえ、あくまでも僕個人の、考えなんで、100% とは言いませんよ。わかんないですからね。人間ですから、ね、書き込みに腹立てて本当にイラついちゃって、いや、こいつ絶対追い込んでやるってなる場合もあるかもしれませんから、わかんないけどもね、100% とは言えないけども、まあ、99% 大丈夫でしょう。うん、で、まあ、さっきも言った通り、名前もね、顔もわかんない相手をどうやっても追い込めませんから。はい。だってわかんないんだもん。名前も顔もわかんないやつ追い込むの無理じゃないですか。で、まあ、ね、もしかしたらやっぱその、いろいろ想像力皆さん豊かですから、裏社会の人だったら、もしかしたらその、身元をこっちの割ってくるんじゃないかみたいな。画像もね、自分の画像使ってないし、ニックネームにも自分の名前入れてないけども、なんかわかんないけど、なんかそういういろんななんかあれやこれややって、こっちの身元を割ってくんじゃないかみたいな。はい。
思ってるかもしれないけど、基本的にはそんなことできないです。はい。例えばツイッターだったら、ツイッター社がね、情報開示するわけないですし、一回のアウトローにね、そんなことせんから、はい。で、それは無理だし、うん。そんなことできたとしても、そんなこともしもできるような立場にいる人だったら、さっきも言った通り、君のことなんて相手にしないよっていう、うん、だから大丈夫だよっていう、はい。まあ、だから対処法なんて正直ないし、必要ないと思います。ネット上のその争いに。自分が、なんか身元を特定できる何かを残してなければね、そういうアカウントじゃなければ、心配する必要はないですね。はい。でもそもそもそんな心配するぐらいなんだったらね、最初からアウトローと SNS 上で関わんない方がいいよっていうふうに、これも付け加えて言っておきたいですね。もうネットのそういうなんかあれだけでもう俺殺されちゃうんじゃねえなんてビビるような人は、アウトローと関わんなっていう、うん。そもそもの話。うん。でもそうですよね、実際に。うん。だから今おかしな時代なんですよね。昔は SNS なんてなかったから、リアルでね、そんだけ臆病な人が、まあ、アウトローと関わることなんてなかったんですけど、今 SNS で本当ボタン一つで関われちゃうっていうのが、まあ、ね、こういう、まあ、悩みの種を、まあ、呼ぶんでしょうね。はい。だけど全然そんなのいちいち、本当だったら相手にしないから。うん。で、まあ、この人が言ってる場合の相手、その裏の関係者と揉めちゃいましたの、その相手先の、なんとなくいろんな情報だけちょっとちょろちょろってもらったんだけど、多分その相手もね、おそらくね、ふかし野郎だと思います。うん。なんか言ってることがもう、いや、それ本当のアウトロー、かかんじゃった。アウトローだったらそんなこと言わねえだろ、みたいなこと言ってるし、うん、いやいやいや、それ意味わかんねえし、みたいな。それ、全然、そのごめんなさい、日本語おかしいんだけど、みたいなね、ことも言ってるんで、多分ふかし野郎な気がしますけどね。ネット上なんていくらでもふかし野郎いますから、はい。だから、そういうのも含め、だからネット上のなんか、匿名同士の争いって、何にもねえよ、別にっていう、うん。ゴースト対ゴーストみたいなもんだからね。意外とでもこの手のね、お悩み相談っていうかね、そういうのね、結構、まあ、ツイッターなりインスタなりでね、もらうんですよ。大丈夫ですかね、こういう感じでちょっと今揉めてるんですけど、みたいな。いやいや、それごめんなさい。揉めてすらいないからねっていう、風にね。今聞いてる身としては。まあ、あっちは真剣悩んでるんで、ちゃんと返しますけど、うん。それ全然揉めてない、揉めてないっていう。でも、ま、本人たちはきっと友達とかになんか最近やばいんだよね。ちょっと、ハングレットちょっと最近揉めてんだよねとか言ってんのかなっていう。それ揉めてねえしっていう。はぁ。全然揉めてないよっていう案件ばっかりですよね。なんかね、おかしな時代になりましたよね、本当に。もしかしたらそういう人は一回リアルの世界で揉めた方がいいかもしれないね。あ、これが揉めるってことなんだなっていう。ネット上のそういうやりとりだけでヒヤヒヤしてるんだったら、もうリアルの世界でそういう連中と揉めたらもう間違いなく首くくるだろうね。自分から。はい。だから本当何回も言うけどね、僕もチキンなんで、気持ちはわかるっすよ。そういうネットでね、揉めたからっつってヒヤヒヤしてる人の気持ちもわからないこともないんですよ。ほんと僕チキンなんで、まあ、そこまでじゃないかもしんないけど、臆病者のね、気持ちはね、わかる。そう。だから本当に僕らみたいな臆病者は、まあ、本当にアウトロー不良の人とね、関わらない方がいいと思いますよ。やっぱりもう、違いますからね。はい。質が。本当に怖い人って本当に怖いですし、安易にね、関わるべきじゃないとね、僕はね、思いますね。はい。です。はい。だから、そんな気にしなくて大丈夫と思いますよ。大抵の場合。ね。っていうお話です。はい。多分、この動画もし見たとしたら、なんであんな動画撮ったんですか店長みたいな、僕って特定されちゃうじゃないですか、消してくださいよとか、なんかツイッターでメッセージ送ってきそうな感じするけど大丈夫、わかんないから。そうね、こんだけね、ツイッターのまあこの DM の内容もこんだけゴニョゴニョ隠して言って、そもそも揉めてすらいないから大丈夫ですっていうね、先に言っときますね、大丈夫ですよ。
多分そういうメッセージ来そうな気がするんだよね。動画にするなんてひどいですよみたいな、特定されてもし殺されたら恨みますからねなんて言ってきそうな勢いだけどね、大丈夫です、平気平気ね、大丈夫じゃなくても俺はそんなそもそんな知らんからな、ね、それかかった方が悪いよ、かかった方が悪い、というわけで、こんな感じでいいですかね。ね。というわけで、ネット上でアウトローと揉めた時の対処法は、基本必要ないですね。それが結論でございます。はい。ただし、自分の特定できる、身元を特定できる情報を出してない人に限るですけど、はい。対処法はないです。必要ありません。というお話でございました。はい。さよなら。以上。役立